だからって甘く見ないでよね。私の番ね。ビクトリースラッシュ！一撃で終わらせる。これでとどめ。食らいなさい。やるではないか。まだだ。まだ。私は私はあんたと背負ってるもの死んでたんだ。私は女神を超える神にしてゲーム業界を滑るもの。その私がなぜこのような女神や人間どもに。マジェコンヌ、あなたの野望ももうおしまいです。イーソン、人の身に女神様の力は有り余るのです。これ以上はあなたも苦しむだけです。汚れた力など捨てると祈ってください。四つに分かれた女神様の力を持つ今のあなたなら、私がその願いを叶えることができるはずです。何を言うと思えば、未だそのような考えを抱いていたとはな。イストワール、もうあいつには何を言っても無駄よ。長年過ごした奴を救いたいってのはよくわかる。今あなたや私たちにできるのは、これ以上彼女やゲーム業界が苦しむ前に解放してあげることですわ。やっぱりもう出遅れなんですね。マジェコンヌ、あなたとの因縁もここで終わりよ。それはどうかな。そんな、回復した。Bさん、これはどういうことなの？わかりません。ですが、これはシェアの力によるものです。シェアの力って、この世界のどこにこんな奴を信仰しているバカがいるっていうのよ。そうよ、マジェコンヌなんて信仰するはずないわ。するさ。貴様ら女神たちに向けられる眼差しとは全く逆のものだがな。真逆だと？魔王ユニミテスの名を忘れたか。なぜそのような偽りの魔王を広めたと思っている。あれはイストワールの力でユニミテスを作り出すためだろうが、それとこれがどう関係あんだよ。貴様らが人々のシェアを糧にしているように、私も糧にしているのだよ。畏怖や恐怖心をな。世界の崩壊、絶対的な支配、そういったものに向けられる畏怖が今の私に対する力の源だ。そんなのむちゃくちゃすぎるわ。ですが、それが目の前で起こっている以上、
認めざるを得ませんわ。ネプネプ、どうするですか？簡単よ。何度でも倒せばいいわ。マジェコンヌより私たちの方が勝っていることに変わりはないもの。それはどうかな。この世を支配するありとあらゆる畏怖よ、恐怖心よ、我が元へ集うのだ。どうだこの姿は。そして内よりみなぎるこの力、これなら女神どもに負けたりせぬわ。何の冗談だよあれは。まるで悪夢だわ。素晴らしい、生まれ変わった気分だ。見るがいい、我が偉大なる神さえ超越したこの姿を。マジェコンヌ、あなたは人の姿をも捨ててしまったというのですか？別れとは言わん。知れ、これぞ女神を超えた真なる力。もはや言ってることがめちゃくちゃね。それほど不なる力に飲まれているということですわ。まったく、自分が飲み込まれちゃ元も子もないでしょうに。おい、のんきに話している場合じゃねえぞ。あいつのパワーがどんどん上がってやがる。暴走してるみたい。さすがにこれはちょっとやばいわね。やはりあなたを倒すしか、あなたを救う方法はないんですね。ネプネプ。大丈夫、恐れることはないわ。イースも言っていたでしょ、ゲーム業界が消滅の危機に瀕している以上、畏怖や恐怖心が人々の心を支配するのは当然のことけれど、畏怖や恐怖心が大きければ大きいほど、人々が私たちに向ける願いや祈りも強くなるのよ。これは？おいおい、嘘だろ。なんつうシェアの量だよ。量だけではありませんわ。シェアに込められた願いや祈りもとても強いものですわ。そしてとても温かい。それになんだか力もみなぎってきたぜ。私たちは人々の願いがある限り、決してあなたに負けない。マジェコンヌ、ここであなたとの決着をつける。あなたに私の相手が務まるかしら。おどい、聞かぬ。確実に仕留める。そこ、誰なら仕留めてあげようかしら。攻撃など、ターゲット、ターゲット、トミコロールオーダー、攻撃など。始めちゃっていいの？お仕置きの時間よ。こんなのが好きだなんて。攻撃など、とってもド M の変態さんね。無駄だ、滅ぼす。生意気ね。みんな滅ぼす。マンゴー、何？いい声で泣きなさい。攻撃など無駄だ。これがいいのかしら。無駄だ。まずどっかに。何この手熱い。攻撃などねえ、熱い。貴様、そりゃ熱いわよね。殺す。確実に仕留める。そこ、無駄だ。やっ、この確実に仕留める。攻撃など、バリアブルエッジ。誰から仕留めてあげようかしら。先に私が仕掛ける。援護は任せて。聞かぬ。
げようかしら。そこね、この程度、そこね、攻撃など、そこね、トリコロールオーダー。さーて、どうしてあげようかしら。あなた気に入った、だからとっておきのお見舞いしてあげる。特別に延長サービスよ。チッ、決めさせてもらうわ。勝ちに行くわ。聞かぬ、私は女神を超えた存在なのに、どうして障害排除。ミスター・タグス、レベルが。マジコンヌ、これでとどめ。ゴー。やったの。確かに手応えを感じたわ。見て、マジコンヌの体が崩れていくわ。これでゲーム業界は救われたのですね。はい、これでゲーム業界は救われました。女神様たちの勝利です。やったです、ネプネプたちの大勝利です。とは言ってもこっちも立てないくらいヘトヘトなんだけどね。けど勝ちは勝ちよ。この姿にまで落ちて私を破るか。ああ、女神ともよ。ごめんなさい、マジコンヌ、あなたを救うことができませんでした。いいす、ただではやられぬ。貴様らだけでも道連れにしてやる。力が、世界が手に入らぬのなら、こんな世界なくなってしまえばいい。何が起こってるの。これはいけません。マジコンヌが蓄積した負のエネルギーが暴走しています。そんなこと見りゃ分かってんだよ。まさかそれが爆発するとか言うんじゃねえだろうな。その通りです。下界への被害は分かりませんが、間違いなく天界は消滅してしまいます。マジかよ。せっかく倒したと思いましたのに、最後の最後でやってくれますわね。はた迷惑なやつにゅ。何のんきなこと言ってんのよ。展開が消滅するって言うなら早く逃げるわよ。さあ、ノワール様は私の肩に。あ、私も。ありがとう、二人とも助かるわ。ベール様は私に。それなら私も手伝おう。お二人とも助かりますわ。じゃあブラン様は私が。ブロッコリーもお手伝いするにゅ。ちょっとネプチューヌ、何ぼーっとしてるの。早く来ないと巻き込まれるわよ。ネプコ、私たちで最後よ。早く逃げるです。コンパ、アイちゃん、先に行ってて。こんな時にまで何バカなことを言ってんのよ、あんたは。それは分かってる、分かってるの。じゃあなんで。けど苦しむ彼女やイースを見ていられなくて。で、今度は何をするつもりなの。まあ今ので大体は予想はついたけどね。マジコンヌを助けるわ。だと思ったわ。ネプチューヌさん、お気持ちは嬉しいのですが、すでにマジコンヌは手遅れです。それに早く逃げなければ、ネプチューヌさんだって無事では済みません。イース、私
思うのだ。マジェコンヌは先代の女神様の力に固執したわけ。きっと先代の女神様みたいに生まれたての私たちに道を外さないよう育てるために。マジェ、私たちはあんな姿になったマジェコンヌしか知らないけど、もしかしたら昔は普通にいい人だったのかもしれないわね。だからマジェコンヌが私たちのために落ちたのなら救ってあげたいの。ネプチューヌさんの気持ちはすごく嬉しいです。ですがマジェコンヌが力への欲望を捨てきれない限り不可能です。いいえ、不可能を可能とする奇跡とも言える力があるの。それはシェアと人々の願いや祈りの力。私はこの剣にマジェコンヌを救いたいという願いを込めるわ。ネプネプがそう言うなら、私もマジェコンヌさんがいい人に戻れるように願うです。ですがそれはあまりにも無謀すぎます。そんなことができるなら初めからそうしています。確かにイストワールの言う通り無謀以外の何でもないわ。けど分の悪い賭けは嫌いじゃないわ。二人よりも三人、私も祈ってあげるわ。ありがとう二人とも。コンパさんもアイエフさんも何を言ってるんですか。ネプチューヌさんを止めてください。こうなったネプコはもう誰にも止められないわ。いい加減諦めたら。諦めたらって。コンパ、イースのお願い、そしてみんなと共に先に帰っていて。必ずネプネプも帰ってくるですよね。約束するわ。必ずマジェコンヌを救って一緒に帰るわ。約束ですよ。嘘ついたら針千本入ったプリンを食べさせるですよ。それは勘弁願いたいわね。アイちゃん、コンパとノワールたちをお願い。最後までわがままばかりで。今さらわがままの一つや二つ増えたところでどうってことないわよ。それよりも必ず帰ってくること。いい？私を誰だと思っているの。主人公オブ主人公ことネプテューヌよ。その言葉絶対よ。みんな言ったわ。マジェコンヌ、その苦しみから解放してあげるわ。光、これはシェアの力。でもどうして。はあ、何考えてるのよネプテューヌは。ですがネプテューヌらしいといえばらしいですわね。だからって何も私たちに黙って一人残ることはないでしょ。ツンデレオツ。でも今から戻るのは無理ですわね。なら今の私たちにできるのは祈ることだけ。マジェコンヌが落ちた理由がネプテューヌの言う通りなら私も彼女を救ってあげたい。ならみんなでマジェコンヌさんが救われることを願うです。そうすればネプネプも無事に帰ってくるです。何、私の武器が光って。あなたのだけではありませんわ。私の槍やノワールの剣も光っていますわ。おそらくですがかつてマジェコンヌと共に戦った両英雄たちも願っているのでしょう。ネプコ、感じる。ノワールたちも祈ってくれているの。そして両英雄たちもその思い確かに受け取ったわ。あなたが蝕むその力断ち切らせてもらうわ。滅び、壊れろ。シェアの力に不可能なんてない。マジェコンヌ、あなたに奇跡を見せてあげるわ。
今日のあたし本気だから決めさせてもらうわ。どうにかなっちゃうかもね。遅い。無駄だ。遅い。確実に仕留める。無駄だ。一撃で終わらせる。待ってました。貴様を一撃で終わらせる。殺す。まあ一撃で終わらせる。射程内で攻撃などの目標を加速。何逃げられると思う。この程度攻撃など。お姉ちゃん、ここは私たち二人で。ええ、あなたと私で決める。何これでとどめ。私たちの手、その身でとくと味わってください。破れるのか。これが女神の力よ。わマジェコンヌとの戦いから1年が経ちました。天界で起こった大爆発は下界には直接的な影響はなかったものの、天界は消滅してしまいました。天界がなくなってしまった今ではもう天界に行くことができないので、実際に見たわけではありませんが、行けなくなったということはきっとそうなのでしょう。あの時マジェコンヌを救うと天界に一人残ったネプテューヌさんの安否は未だわからずじまいです。他の女神様はというと、コンパさんのアパートでネプテューヌさんの帰りを待っていたのですが、しばらくすると一人、そしてまた一人と自分たちの国に帰っていきました。マジェコンヌや魔王ユニミテスが残した傷は深く、まだ傷跡の残るゲーム業界ですが、少しずつですが、新しい歴史を歩み始めています。できればこれからの歴史をネプテューヌさんやマジェコンヌと共に歩みたかったです。せっかくのエンディングなのにしんみりしてはいけませんね。せっかくですので皆さんの様子を見てみましょうか。ノワール様、これが公害に関する報告書です。ありがとう。順調に効果を上げてるみたいね。はい、そのグラフが示す通り有害物質の排出量は徐々に抑えられています。さすがラステーション、私の国だけはあるわね。ノワールさん、お久しぶりです。あら、イストワール、久しぶりじゃない。今日は一人なの？女神様たちがどうしているか気になって来てみたんです。ところでその人はガナッシュさんですよね。どうしてラステーションの教会にいるんですか？ああ、彼、思い描いてたブランのイメージ像が崩れちゃったみたいでうちに来たのよ。もはや私がブラン様に尽くす理由はなくなりました。これからは誠実なノワール様のために尽くす所存です。けどノワールさん、いいんですか？彼、ラステーションをめちゃくちゃにした実行犯の一人ですよ。そんなことわかってるわ。ブランじゃないけど私だって見つけ出してぶん殴ってやろうと思ってたんだけど、雨の中教会の前で罪滅ぼしをさせてほしいって土下座されちゃさすがな私も断れないわよ。けど実際彼が来てくれてだいぶ仕事が楽になって助かってるわ。ありがたいお言葉。なんだかんだ言ってやっぱりノワールさんもお人よしなんですね。そうかしら。師匠の私が言うんです、間違いありません。お久しぶりです、ユニさん。元気でしたか？
当然よ。今だってお姉ちゃんのお使いで一仕事してきたばかりなんだから。へえ、今日はいつもより早いじゃない。私だってこの1年で成長したんだから、このくらいできて当然よ。とか言って昨日もボンミスしたくせに。あれはミスっていうか、そのまったく、あなたはそうやってすぐ落ち込むんだから。だって私だって初めから何でも完璧にできたわけじゃないのよ。あなたはまだこれからなんだから、ゆっくり仕事を覚えていけばいいわ。だからその少しくらいお姉ちゃんを頼りなさいよね。はい、仲が良くて安心しました。それでは私はそろそろ行きますね。もう行っちゃうの？なら気をつけて行きなさいよ。ただでさえあなたは小さいんだから。気をつけてね。ベール様、いい加減お部屋を出てきてください。何日引きこもっているのですか。まだマジェコーヌとの戦いの疲れが取れませんの。あと1日だけ休みますわ。昨日もそう言ってたじゃないですか。あのベールさん、そろそろ部屋から出てお仕事をしたらどうですか。お仕事なら私がいなくてもイボワールがいれば十分ですわ。いや、そういう問題ではなくてですね。緊急警報発令。現在リーンボックスシップに多数のエネミーが接近中。緊急クエストが来ましたわ。ナナ、急いで準備を。あのナナ、そろそろ寝たいんだけど。何、3日徹夜したくらいで音を上げていますの。真の戦士は1週間は無睡眠無休で敵を狩り続けるものですわ。そんな、ダメだこの人、早く何とかしないと。おや、あれは確か。最近ベール様がわしに冷たい。部屋に入れてもくれなくなったんじゃ。ベール様も女神様とはいえ年頃の娘、思春期というやつだろう。難しい年頃だからね、僕らも入室を禁じられている。照れることはないと思う。いえ、あなたたちの場合はそれ以前の気がするのですが。ブラン様、雪合戦しよう。うーん、ダメ、ブラン様は私と雪団子作るんだから。いっぺんは無理、遊んであげるから順番を決めてね。ブランさん、お久しぶりです。外で何をしているんですか。子供たちと遊んであげているの。珍しいですね。ブランさんなら本を読むか新作を書いているのだと思っていました。5日くらいこもってたら避難士に部屋のブレーカーを落とされたから。ああ、そういうことだったんですね。ところで、そのフィナンシェさんは？フィナンシェならそろそろ。ブラン様！お茶とおやつ持ってきましたよ！あ、イストワールさん、来ていたんですね。はい、お邪魔させてもらってます。よければ一緒にお茶でもどうですか？温まりますよ。せっかくですがお気持ちだけいただきます。他にも行くところがありますので。そういえばロムさんとラムさんがいなかったような気が。
投げる人は、イエーイ大当たり。ラムちゃんすごい。いい加減会うたびに引き玉をぶつけるのはやめてもらえませんか。つまんない。いえ、つまらないとかそういう問題ではなくですね、リーさんさん、今日はどうしてルビーに。はい、ブランさんの様子を見に来て今はその帰りなんです。お二人の方こそ何をしているんですか。お姉ちゃんに頼まれたお使いに行ってきたんだ。初めてのお使い。それはすごいですね。ブランさんも待ってると思うので寄り道せずにまっすぐ帰るんですよ。ネプギアさん、お久しぶりですね。お仕事は慣れましたか。教会の人に手伝ってもらってばかりで、まだまだお姉ちゃんみたいにはいかないみたい。私の記憶が正しければ、ネプテューヌさんは昔から仕事は何一つやらずに遊んでいたので、ネプギアさんの方がよっぽど女神らしいと思いますよ。やっぱりお姉ちゃんって昔からそうだったんだ。生まれてすぐで大変だと思いますが、頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。私も早く一人前の女神になれるように頑張りますね。ところで今はお仕事の途中ですか。はい、今日も朝から晩までお仕事ばっかりで。大変だと思いますが頑張ってください。はい、ありがとうございます。こんにちは、コンパさん。あ、イーサンさんです。いらっしゃいです。おや、お弁当を持っているということはこれからお出かけですか。ちゃんと一緒にこの間できた公園に遊びに行くんです。相変わらずお二人は仲がいいんですね。お待たせ、コンパ。って、イストワールじゃない。あ、IF さん、お久しぶりです。そうです。せっかくなので、イーソンさんも一緒に遊びに行きませんか。それいいかも。二人よりもみんなで食べた方がお弁当美味しいしね。いいんですか。もちろんです。それじゃちょっと早いけど出かけましょう。おじやー。うん、どうしたんですか、コンパさん。今ネプネプの声が聞こえたような。空耳じゃないの。そうですよ、ネプテューヌさんが帰ってくるなんて。うわ、何。生きてた。
んなら連絡の一つくらいよこしなさいよ。どのくらい心配したと思ってるのよ。ごめんごめん、ほら展開って携帯のアンテナとかないしさ。けどなんで空から落ちてきたわけ。そうですよ、ネプテューヌさんも展開もマジェコンヌの自爆に巻き込まれて消滅したんじゃ。もう勝手に人を殺さないでよ。展開なら地上とのゲートが壊れたぐらいで無事だし、私だってこの通りピンピンしてるんだから。もしかしてだから空から下界に降りてきたです。はじめは変身して飛んで降りてきたんだけどね、けど途中でお腹が減っちゃって。それで変身が溶けて落ちてきたと。ピンポーン、愛ちゃん大正解。必ず帰るとは言っていましたが、まさか天井を突き破ってくるなんて。修理代が。あ、そうだ、みんなに紹介したい人がいたんだった。紹介です。そうそう、一緒に展開から来たんだけど。まさか。あ、来た来た。ああ、すまない、こちらに女神が一人落ちてこなかったか。あなたは。久しぶりだな、イーストワール。あなたも無事だったんですね、マジコンヌ。この人がマジコンヌさんですか。確かによく見るとどことなく名残があるような。まさに毒気が抜けたって感じだよね。私も初めて見たときは誰かと思ったよ。よかった、あなたも無事で本当によかったです。力に汚染されていたとはいえ、今までは迷惑をかけたな、イストワール。まさか本当にマジコンヌまで救うなんて。だって約束したじゃん、必ずマジェッチを救って一緒に帰るって。確かに約束したけど、まさか実際に一緒に帰ってくるとはね。え、帰ってきてもネプネプ一人くらいかなって思っていたです。ちょっとちょっと、ひどいよ二人とも。私は本気だったんだからね。あの時はずっ信じてくれてる感じの雰囲気だったのにさ。ああ、あの時はついそれっぽい雰囲気に流されたっていうか。愛ちゃんの白状者、鬼、悪魔、冥界住人。ごめんごめん、コンパの手作りプリンあげるから機嫌直してね。プリンもあるの。まったく、相変わらずプリンのことになると調子に乗るんだから。だってコンパの作るプリンは世界一美味しいんだもん。プリン持ってくるですね、よろしく。マジコンヌ、あなたはこれからどうするんですか。はじめはただの力だとしても、それに溺れ道を踏み外して罪を犯したのは私自身だ。これから償うさ、この命が尽き果てるまでな。それはとても大変なことですよ。わかっているさ。それなら私もお手伝いします。すまない、お前には苦労ばかりかけるな。ネプネプ、プリン持ってきたで。
どうしたのコンパ。ひさひさひさです。ああ、そうだったわね。ネプコ？取ったの？アイちゃん。一口あげよっか？違うわよ。そういえば言ってなかったから、忘れないうちに言っておくわ。この場合は、そうね、ロスタイムじゃないかしら。ズバリ、ロード時間のですね。3人揃って何ボケてるんですか。おー、リース、数分ぶり。で、真面目な話、これって何なの。最後まで遊んでくれたユーザーの皆さんにお礼をと思って勝手ながら用意させていただきました。ほんと勝手で困るわ。原稿の締め切りが迫ってるのに。私も新しく買ったゲームで遊ぼうと思っていましたのに。あなたたちね、最後くらい真面目にできないの。別れきっていたことだが、グダグダだな。グダグダメガミーズと呼ばれる日も遠くないかもしれませんね。グダグダメガミーズか。なんだかアニメ化したらウケそうね。私たちがゆるくシュールな会話をするのね。ゲームのパロディをふんだんに取り入れるのはどうかしら。話題になること間違いなしですわ。まさに派遣の予感。あ、頭痛が。ダメ神だな。ええ、ダメ神ね。ダメ神です。ところでさっきから気になってたんだけど、画面の左下にいるこの人って誰だったかしら。私も気になっていましたわ。声だけはどこかで聞いたことがあるような。
わかった。ボツキャラね。違う！マジェコンヌだ。マジェコンヌ。人間、変わるものなのね。いくら課金したんですの？いくら課金して顔や体型をエディットできるようにしましたの？この設定、今書いてる新作に合いそうね。こいつら。さて、これ以上グダグダしていても拉致が開かないので、一人一人コメントをお願いします。あ、時間もないので手短にお願いしますね。じゃあ一番手はコンパ。私ですか？だって私にできた初めての仲間だもん。それに主人公は最後って決まってるしね。はあ、緊張するですけど頑張るです。これまで一緒に冒険してもらって本当に本当にありがとうございますです。またいつか一緒に冒険する日を待っているです。私と約束です。そうね、またどこかでっていうのは違うわよね。遊んでくれればまた会えるわけだし、それじゃ次のプレイでまた会いましょう。別に最後までゲームを遊ぶなんて普通のことなんだから、言うことなんてないわよ。けどまあ今くらいは素直に感謝してあげるわ。ありがとう。そしてまた会いましょ。遊んでくれてありがとう。あなたとならまた会える気がするわ。私からも感謝の言葉を伝えさせていただきますわ。ゲームクリアおめでとうございますわ。けどゲームはクリアしてからが本番。今まで以上にやり込んでくださいな。私からも感謝の言葉を言わせてもらおう。そしてまた会おうではないか。師匠としてあなたの冒険は記録させてもらいますね。これで全員かな。ブロッコリーたちを忘れてもらっちゃ困るにゅ。ひどいよネプチューノさん。そうだよ、私たちだって画面の向こうのみんなに言いたいことはたくさんあるんだからね。この時のために一生懸命考えてたんだよ。私たちも一緒に冒険した仲間に一言くらい言わせてほしいな。よし、では私から言わせてもらうか。運命石の扉に導かれし者よ、よくぞクリアしてみせた。さすが運命に選ばれたものだけはあるな。お前たちとまた会える日を楽しみにしているぞ。ルクストゥネーベイメイクノイタムナシスーム。次はブロッコリーニュ。お前なかなか見どころがあるやつニュ。とりあえず渋いお茶でも飲んで一服するニュ。また一緒に遊ぼうね。それまで私もトレーニングしてもっともっと強くなってるから。へー、こっちの世界に来ちゃった時はどうしようかと思ったけど、君たちと一緒に冒険できて楽しかったよ。そうだ、せっかくだしこの冒険を本に書かせてもらってもいいよね。次は私の番だね。画面の前の君、ゲームクリアおめでとう。美味しい太巻きをたくさん用意したから一緒に食べようね。
一人前になるためにもっともっとゲームをやり込んで楽しもうか。あとはゲームクリア、おめでとうございます。今回は出番がちょっとしかなかったけど、楽しんでくれたら嬉しいな。私が主人公をしているゲームもあるので、そっちもよろしくお願いしますね。ゲームクリアお疲れ様。言っておくけど、これでやり込んだ気になるなんてまだまだ早いわよ。携帯機なんだから、街の中でも電車の中でも友達の家でもたくさん遊びなさいよね。なんて言ったって、あんたが手に持ってるそれは、その私なんだから。何言わせんのよバカ。遊んでくれてありがとう。ラムちゃんたちと一緒に冒険できて楽しかった。また一緒にみんなで遊ぼうね。イエーイ、ゲームクリアおめでとう。私がじきじきに褒めてあげるわ。また一緒に遊んでね。クリアおめでとうございます。これからもブラン様とルビーをよろしくお願いしますね。おっと、宣伝なら負けないぜ。ラステーションもよろしくな。あとクリアおめでとさん。なんの、それならリーンボックスも負けてはおれんわ。協会を挙げてクリアを祝わせてもらおう。これこそ僕らが求めたエンディングだ。我らのベール様に栄光あれ。まったく、最後だというのに。まあいいでしょう。クリアおめでとうございます。これも機械ではなく人だからこそなせた結果か。祝わせてもらう。ほらネプコ、あんたの番よ。最後なんだからきっちり締めなさい。ネプネプ頑張るですよ。オッケー、最後は主人公オブ主人公の私に任せて。ここまで一緒に冒険してくれて本当に本当にありがとう。私たちの冒険はここでおしまいだけど、ゲームはまだまだ終わらないから、たくさん遊んでね。それじゃあまたゲームの中で会おうね。私たちとの約束だよ。